38年ぶりの日本一を達成した阪神タイガース。前年までと違い、今年はスタメンが固定されていました。中でもセカンドにコンバートした中野拓夢は、コンバート初年度にして143試合フル出場を果たし、最多安打のタイトルも獲得。他にもファーストは大山祐介、ショートは木浪聖也、サードは佐藤輝明と、内野陣は入る隙がないように思えます。ただ彼らを脅かす若手内野手が着々と力をつけていることをご存知でしょうか。その名は遠藤城です。今回は遠藤城についてご紹介していきます。遠藤の経歴、名門校で二刀流として活躍。遠藤は東海大相模高校出身の高卒4年目です。高校進学後は主に投手を任されていました。1年春からベンチ入りし、秋季大会では完投勝利を達成。2年春の選抜でもリリーフで甲子園のマウンドを経験しています。3年夏の甲子園では近江戦に先発して、7回3分の1を投げて2安打8奪三振、自己最速の145キロを投げ1失点の好投。投手としても十分な実績を持っています。打者としては主にショートを任されており、高校通算45本塁打を記録。二刀流として活躍しました。高校卒業後は内野手としてプロ志望届を提出。2019年のドラフト会議で阪神から4位指名を受けます。阪神吉野スカウトは、バッティングが力強い選手、最速145キロの肩の強さも高く評価した。他の選手や甲子園で活躍した同期から刺激をもらって頑張ってほしいと評価。また中日の中田宗男スカウトディレクターは、強豪校でショートを任されているということで野球センスが光る。ズバ抜けた部分はないにしても攻守走でバランスが取れているので、ドラフト対象になるということですと、高い野球センスについて触れていました。遠藤は指名後、勝負したいポジションはショートですと言い切りました。阪神については、熱烈なファンが多い、甲子園もプレーしやすいと好印象を口にしています。強肩を武器にプロの世界でも、名前の通りいろいろなことを成し遂げていきたいと活躍を誓いました。遠藤のプロ1年目から4年目。プロ入り後、2軍の高知秋キャンプに参加し、フリー打撃でライナー性の打球を連発。和田豊球団テクニカルアドバイザーから、まるで大卒のようなスイング、走れるので広島の田中康介、長打も出るようなら岩村になる可能性もあると早速高い評価を受けました。1年目はウエスタンリーグで62試合に出場し、打率1割5分7厘、1本塁打、7打点で1軍出場なしと物足りない成績で終了。自身でプロの球、打球を経験して自分の実力のなさを感じています。全ての面で苦しいシーズンだったと振り返りました。プロ2年目は2軍で86試合に出場し、打率2割3分5厘、0本塁打、21打点と前年から少し成績を伸ばしました。10月のロッテとのファーム日本選手権では9回に同点タイムリーを放ち、3年ぶり6度目の優勝に貢献、MVP も獲得しました。しかし1軍出場はゼロ、悔しいシーズンに終わりました。その年のオフ、年明け1月に沖縄でオリックスの吉田正尚の自主トレに初参加することを明かしました。プロ2年で1軍出場ゼロの立場ながら、対談した平野2軍打撃コーチを介してのお願いで実現。パリーグ2年連続首位打者で初の最高出塁率にも輝いた吉田のような打撃をかねてからの目標に挙げており、長打が打てて率も残せる、どうしたらそういうバッティングができるのかなっていうのを聞いてみたいと意欲的でした。課題は走攻守すべてと言い、自主トレに向け頑張ってきます、吸収してきますと意気込み、3年目につなげていきます。3年目は2軍で87試合に出場し、打率2割2分7厘、2本塁打、18打点で前年とほとんど変わらない成績で終了。1軍出場もなく、またも悔しいシーズンとなりました。遠藤は契約更改後、
来年は必ず一軍で出てチームの勝利に貢献できるようにしたいですとコメント。東海大相模の先輩森下翔太がドラフト1位で入団し、森下さんは一軍でプレーするような実力を持っていると思うので一緒にプレーできるように頑張りますと先輩を追いました。そして前年同様吉田との合同自主トレに参加しました。4年目となる2023年、一軍出場こそありませんでしたが、遠藤は大きな飛躍を遂げました。112試合に出場し、打率2割7分、2本塁打、37打点と成績を大きく伸ばします。そしてウエスタンリーグ優秀選手賞を受賞し、メダルと賞金10万円が贈られました。1年を通していい打撃、いい守りができた、実りある1年だった、来年こそ1軍で勝負したいと、さらなる5年目の飛躍を誓います。1月には3年連続となる吉田正尚との自主トレに参加するようです。シーズン後半に打率を落としてしまったので、打率を残すための考え方とか、試合前のコンディションとかを聞きたいと遠藤。プロ4年間で最も多くの試合に出たシーズンだったので、新たな課題が見つかったのでしょう。遠藤の特徴をデータで分析。続いてはデータをもとに2023年の遠藤の守備・打撃についてご紹介していきます。遠藤は2023年シーズンは主にセカンドとして出場し、守備全般の貢献度を示す UZR は2軍のセカンドでダントツの 10.6 を誇っています。0が平均で10を超えればかなり優秀と言われているので、高い守備力を持っていることがわかります。打球処理による貢献を示すレンジランズも1位の 10.7 で、2位の広島の羽月龍太郎内野手の 3.1 を大きく引き離しており、打球処理力の高さも光っています。打撃を見ても試合数を着実に増やし、打率、本塁打、打点はいずれもキャリアハイの数字です。三振割合は1年目の 34.8% から 20.5% まで年々減少し、総合の貢献度を示すウォーも昨年の 0.1 から 2.8 となりました。ウォーは 2.0 が平均と言われているので、平均以上の数値をしっかりと残していますね。和田二軍監督も、今いるファームの選手で現状今年一番成長している選手と評価していました。成長の要因は下半身の安定。2023年の成長の要因として遠藤は下半身の安定を挙げていました。上下のブレが少なくなって、ボール球に手を出すことも少なくなって、状態も良くなりましたと遠藤。きっかけは下半身もうちょっと安定させればという山崎紀春2軍打撃コーチの助言だったようです。昨季は下半身が安定せず走り打ちの傾向がありました。そこで山崎コーチと4月から鳴尾浜室内で連日16メートル先にある打撃マシン用防球ネットの発射口に向かって打ち返す T 打撃に取り組みました。上半身だけだとできないから、それで徐々に良くなりましたと手応えを得ていました。下半身の安定により、2ストライクからでもボール球の見極めやファールにできるようになったのです。さらに今季特徴的なのが長打の数。昨季2塁打は3本、3塁打が1本だったのが、今季は2塁打10本、3塁打6本を記録。これも下半身を安定させたことが影響しており、あんまり狙ってないんですけど、タイミングがあって自分のスイングできていれば長打になると分析。単打についてもバットの芯がずれてても下半身が安定していれば押し込めると明かしました。プロ4年目になり、打席でのチェックポイントが定まったことも好調の秘訣です。足でタイミングを取って、足で打つことだけを意識していれば、ボール球を見逃せたり、打てたりしている。その軸がぶれると、凡打になるといい、試合後も映像でその点を主に確認しています。また、経験の積み重ね、打撃の好調が守備にも直結しています。
昨季は焦ってエラーが多かったんですけど、今年はボールを見てバウンドに合わせたり、バッターによって守備位置を変えたりして、頭を使って野球ができるようになっていると遠藤。下半身の安定というコツをつかみ、2023年遠藤は大きく成長しました。今季も残念ながら一軍出場はありませんでしたが、年明けは毎年恒例の吉田正尚との自主トレでさらに力をつけて春季キャンプを迎えることでしょう。以上、一軍でレギュラーを狙う遠藤丈でした。森下翔太の後を追って一軍に殴り込み、中野と木浪を脅かしてほしいですね。遠藤丈や阪神の二遊間についてエピソードやご意見、ご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。